トスティエクストリームゲームタッグバトル。めちゃめちゃに回りましたね。あそこの最後ナスデス引けてればなと思いながらゾフィラして太郎でワンチャンかなとか思ってたら本当にナスデス最後出てくれたんで、いややっぱ推し作品だなって感じですね。イエーイ、スマイルスマイル超早いじゃないですか。めっちゃ速攻決まった。だいぶ緊張したね。だいぶ緊張した。そりゃね、まあ、よかった晴れて。よかったよ。で、もらえた。もらえたね。やっと触れたよ。いやでもよかった晴れて。よかったわ、マジ。はい。いや、1枚。ファーストステージ3戦終わりまして、はい、オフィシャルが最後になりますんで、次はディーバ部屋、はい、確定ですが、まずどちらが行きますか。ディーバなんで私が担当しております。はい、ピレイさんが、はい、もちろんここはもうここはよくやらせていただきます。小さき向かってくれたんでね。ここで私がとりあえず1本取って20万にしてあげて、ちょっとレン君を楽な気持ちにしてあげて最後のオフィシャルに行ってもらえるといいかなと思ってますんで、はい、上振れてもらってただできなかった。ちょっとね最近調子悪いけどここでそう、ね、こここそやってもらって勝っていただきたいなと思います。そして俺も楽にしてください。そうです本番に強いとこ見せてありますよ。そうですね、さっきもだからかね。そうレンを楽にさせたいピライが使うデッキは、リンガンプロデューサーサラスバティを契約に使った、グランシェサリッキになります。このデッキは新しく、まあ、契約プロデューサーで、サラスバティが入って足場がとても安定しまして、新降臨を使ったライジン乙女サンディー Z レオノーラ、これを使って、連続アタックで、フィニッシュを決めていきたいと思ってます。でこのカードが一応シャイニーハーツというチームを持ってますので、今回冬の装いラビーダーリンと、シャイニーハーツも組み合わせてデッキにやってます。このデッキを選んだ理由っていうのは、そうですね、やっぱりこの契約爽快心の安定感と、まあ、これがグランシェスターを持っているので、特にパワーがあるサンディー Z ちゃん、まあ、この2つの点に注目して、まあ、練習して、まあ、これが一番強そうだなと思ったのでこれを持ってきました。アイドルたちを華麗にプロデュースして、綺麗に勝っていきたいと思います。ディーバ関連のカードのみ使用可能なこの部屋で未来を待ち受けるのはアイドル降臨、黄色のガーディアン掛川渚。今日私がこのディーバ部屋に持ってきたのはこちら、B1 プロデューサーサラスバティを使ったグランシエスタデッキです。で私が今日持ってきたのはグランシエスタの中でもサンディー Z レオノーラを軸にした結構速攻寄りのデッキなんですけど、このスターフェスサンディー Z レオノーラ、この子がレベル 2-3 の自分のアタックステップ開始時にこのターンの間自分のサンディ全てはブロックされないっていう効果があるので、このブロックされないを絡めながらこのオフショットのサンディのショーアップからもうカウントとかを待たずにこの権限のここをショーアップで召喚してバトル終了時のライフ抜きを絡めたりもよし、別のサンディに新降臨してなんならブレイブまでつけちゃってバトル終了時にグランシエスタ1枚を降臨元に追加することで回復して、で自分のライフが3以下だったらさらにライフ抜きもあるので、まあ、この連番とかで結構早めに決められたらいいなっていう感じで持ってきました。今日はそのヘアスタイルなんかすごい可愛いですけど、はい、今日はこの髪型はお揃いです。サラスバティとお揃いです。ちなみにネイルは、今日はやっぱディーバデッキを使うっていうことで、ディーバってアイドルじゃないですか、なのでアイドル衣装をイメージしてリボンだったりレースフリルをつけてきました。こだわってますね。こだわってます。私がナンバーワンプロデューサーだ。じゃあプレイさんいきましょうか。よし、頑張ります。じゃあ頑張ってもらって、頑張ろう、頑張ろうかしら。まあ応援してもちょうだい。そうだね。
行きましょう。テレさん、まあ、もう得意なね、ディーバですからね。最近練習してるこっちはちょっとね、調子悪くて最近。おお、そうなんですか。そうなんですよ。今日も朝ちょっと回してたんですけど、あまり結構めくりが多いデッキなんで。お願いします。よろしくお願いします。ここでファイナル行きを決めたいピライ。果たしてファイナルステージ進出決まるか。それでは参りましょう。ファーストステージ4戦目、ディーバ部屋での対決です。先攻川口王者ピライさん、後攻木のガーディアン掛川渚。ゲートオープン、開放。お願いします。じゃあ先行いただきます。さあ10万円のディーバ部屋、お互い敏腕プロデューサーサラスバティと契約しているデッキなんですが、内容は全く違います。いや、まあ、そんな感じだね。どっちが勝つかな。これスピードと攻撃力はユーザーさんの方が上かな、はい、そうですね。もう新降臨だったりシンリーだったり、うん、ちょっとこれは弱かった。よくないと、しかもバンリソラ見えちゃいましたね。エンドステップ短縮です。はい、じゃあ対いただきます。スタートステップ、フォアステップ、トロステップ、リフレッシュ、メインステップ入ります。攻撃力増し増しにした分、まあ防御が薄くなるのと、ちょっとガタガタ崩れるとちょっと立て直すのが難しくなる、はい、そうですね。さあ最初2つ強い。マグイチが自身の効果で、木の効果で今トラッシュに置かれたので手札に加わります。了解です。では1K で2コスト支払って、はい、黒曜の塔。さあ今手札に入った黒曜の塔ミラージュでセットします。了解です。セット時カウントエリアに1コアと、デッキから1枚。この動きはさすがのピライさんも強いと言わざるを得ない。はい、サラスバティの効果使います。トラッシュ自分のターンにコントラクトスキル早々に使って2個ボイドに置いて、掛川さんも気が気じゃないと思うんですよ、はい、サラスバティのデッキなのに急にシャイニーハーツのバンリソが出てきて、これはもしかしたらっていう。として扱うんですが、今は対象はいないです。了解です。これでアタックステップに入って何もしないでエンドステップでターン終了します。はい、溜まります。さあいいですね、カウントに溜めることができました。リフレッシュステップ入ります、はい、うん、では1K で2コスト、ネガズボー、いいですね。ネガズボー紹介します。2で紹介します。グランシスターが紹介したネコアチャージ、ネコアチャージですね、はい、その後召喚時効果、デッキ目からカードを6枚オープン、はい、その中のカード名にプロデューサーを含むグランウォーカーネスカード1枚を手札に加えます。2、3、4、5、ないかな、ないですね。ではこれをデッキの下に戻すんですけど、この順番でデッキの下に戻します、はい、ではメインステップ終わってアタックステップになります。今回ちょっとピライさんデッキが答えてくれないかな。アタックステップ何もせずこれで短縮で、はい、いただきます。そのままアタックステップ、ドロー。さすがにアタックにはいけなかった。リフレッシュ、はい、メインステップに入ります。はい、1K で2コスト支払ってプロデューサーサラスパティを配置します、はい、配置時同盟のカードがないのでコアチャージします。どうぞ。さあこちらは順調に2枚目いいですね。しかしプロデューサーアレックスが落ちた。あ、まあ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 、とりあえず2つ乗りましたね。6位の音で 1K で満たしてフル K で2コスト支払って、はい、シンクのドレスサンディー Z レオノーラ紹介します。まずコアチャージと、さあこちら手札には置いておかずに召喚時のドローンの方、はい、でさらにライフが5以下の時にプロデューサーを含む自分のグランウォーカーネクサスの子は1個ライフに置くので、こっちから B1、はい、プロデューサーサラスバティから1個ライフに置きます。了解です。なるほど、カウントアップは諦めたか。フルケイに1コスト支払ってお願いします。なるほど、強い。ブレイブの召喚時効果、ボイドからコア1個をプロデューサーを含む自分のグランウォーカーに置くので、私のサラスバティに1個置きます。よかったです。アタックステップに入ります。はい、サンディー Z レオノーラでアタック、ね、アタック時お願いエーマの効果でデッキを上から1枚オープン、はい、
で、金色の時なんで強い加えます。強い、はい、はい、でフラッシュがあれば。いやしんどいなこりゃそうですね、フラッシュないです。もうリーサルまで見えてますか。そうですね。内心乙女サンディセットレオノーラを進行にします、はい、手札が手札が尽きるまでリンでのコアチャージがアタックし続けるかもしれません。サラスパッティだ、はい、でフラッシュがあれば。なぜなら影川さんの出てグランシェスターだらけでございます。うん、さあ防御札どうでしょうか。フラッシュございません、こちらもフラッシュはないです。見て、はい、いただきます。はい、はい、こちら現象者の宣言はないです。はい、ではバトル終了時の効果に、自分の手札にあるグランシエスタを持つカードを1枚をこのスプリットの下に降臨元カードとして追加する、はい、こちらを降臨元カードとして追加することでモデルとなっているサンダーゼットレオンの効果をゴーストさせるこの効果、はい、テンスディーバが追加されました。続けます、はい、サンディゼットレオノーラでアタック、ブレイブのアタック時効果1枚を木1色なので手札に加えます。またフラッシュがあれば。さあ防御があるならここで使わないと。そうですね、ネガズボッコでのブロックではもう足りない。確かに、はい、マジックスイートハートをします。持っていた、ギリギリ持っていた、うん、あ持ってる、ナイスナイスナイス、持ってる持ってる持ってる。このバトルが終了したとき、系統リーバーを持つ自分のスピットがいるか、トラッシュに系統リーバーを持つスピットがあればアタックステップを終了します。はい、その後、このカードを自分のフィールドに置けます。はい、ではこれ紹介します。はい、ここはもうライフで受けられないですよね。はい、そうないです。はい、いただきます。はい、あ、ここはライフ受けましたか。バトル終了時、はい、もうおそらくバトル終了時効果使います。了解です。グランシスタ、はい、ガヤットリフォックスを通り元に追加して回復だけします。はい、了解です。これでアタックステップ終了になるのでエンドステップでターン終了します。頑張ります。さあそしてその結果手札が今3枚になった。はい、ドロステップ。さあ逆転できるのか。ステップでミニステップ、はい、かなり厳しい6点。では清と神提言で勝つと。おー、いいですね。冬の装いはリーダーにも召喚します。はい、召喚時効果できないから3枚をします。その中のプロデューサーリリックか、シャイキンハーツを持つか。なるほど、ミリオーレイオーバーサンディゼットレオノーバー。いやー全部欲しいんだけどな、うん、そうですよね、そうですよね。残ったカードはリッキの上、僕はサンディゼットレオノーバーを選択。シンリー横にいて欲しいですよね。はい、ではフリテリーに残されシンプルです。サンディーゼットレオノーラを召喚します。この後ローにかける。はい、まずコアチャージ。はい、ネオコアチャージですね。はい、召喚時効果デッキの下から1枚取る。はい、最後自分のライフ5以下なので、プロデューサーから含むグランウォーカーにスノコイコーライフに行きます。はい、サスバッティからコイコーライフ。さあ2点になりました。ライフコストサンディーゼットレオノーラ召喚します。はい、ライフ回復してきますか。対象ライフのようなネオコアチャージ。はい、召喚時効果します。デッキの下から1枚ドロー。はい、さらに効果を使用して、ライフ5以下なのでライフ1点回復します。はい、サラスバティで一度サンディーゼットレオノーラを守れる黄色のガーディアン、消滅します。はい、さあ消滅ミコスト。はい、さあモノクロームファンタジア、サンディゼットレオノーラ、モノクロームファンタジアですか。サンディゼットレオノーラを紹介します。はい、トラッシュにある、フランセルモスミットカード1枚取り替えます。なるほど、シンクロデルスサンディゼットレオノーラを開始します。召喚されたので、はい、ネオコアチャージを行います。はい、でこれで勝利が終了したので消滅します。はい、どうするかな。それはちょっとだったな。残ったコア、残ったカードであのサンディゼットレオノーラをなんとかできるのかどうか。はい、消滅させます。はい、さあ消滅、これがタクセプ。はい、
ゴリゴリファントリアさん DZ レオノラでアタックします。レベル2さんアタック事故か、このターンに1回このスピリットは回復できます。そして、グランウォーカーに進む子1個グランシエスターを持ち自分のスピリットに置けるんですが、このウォーカーは負傷しないです。はい、フラッシュないです。現状フラッシュないです。今は6000でアタック中です。はい、ライフできます。はい、ライフできます。ページはないです。了解です。ではここでアタックステップ終了してエンドフェイズプレイ、はい、終了します。さあ、ターンが返りました。ドロー、結構厳しい。そうですね、メインステップに入ります。はい、となると手札すべて使ってしまう。ソウルコアで、はい、ちょっとリスキーですよね。スターフェイスサンディーゼットレオノーラ、はい、召喚します。対象なのでコアチャージ、でアタックステップに入ります。了解です。スターフェイスのサンディーゼットレオノーラのアタックステップ開始時、はい、このターンの間自分のサンディーゼットレオノーラ全てはブロックされません。強いで、アタック、まずこちらアタック時からでトラッシュのソウルコアを、系統アイドルを持つ自分のスピリットに置ける、はい、そうした時このスピリットを回復します。でお願いエマのアタック時効果1枚オープン非1色なので手札に加えます。了解です。で、フラッシュが、なるほど、ロックされないんだよね。はい、ロックされないんです。フラッシュタイミング、はい、エブリバン進行位、はい、進行位、ドキュメロック、なるほど、レイオーバー進行位、進行位します。はい、オーケー、ナイス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 、はい、相手のスピリットに対応好きな順までデッキの下に戻します。はい、こことここでお願いします。はい、ではプロデューサーサラスバティのグランフィールド、ケイトディーバを持つ自分のスピリットが相手の、効果でフィールドを離れるとき、このネクサスのコア4個をボイドに置くことでそのスピリット1体を疲労状態でフィールドに残します。了解です。4個、じゃあどっちを残す、置いて、こちらを疲労状態でフィールドに残します。さあ、ただこれで追加打点はとりあえず、フラッシュで、はい、こちらも進行にします。これで降臨したので、はい、こちらだけコアチャージします。了解です。フラッシュを開始します。さあ、しかも先ほどのスターフェスサンディ Z レオノラこのターンの間2枚目のレイオーバー、これは強い、これは無理だ、迎撃に成功した。一緒にデッキ下行きます。了解です。戻ってしまいました。でフラッシュはないです。こちらが手札はギリギリの状態です。頑張ります。はい、さあ面白くなってきたこの勝負。面白くなりました。これで手札3枚。リフレッシュステップでメインステップ。動くことができるのか。1コスト。赤きリーバシン森林王流召喚します。はい、レベル2。ライジン乙女サンディーゼットレオノーラを召喚します。レベル2ですね。これで一気に3打点分になるということですかね、効果抜きを含めると。そうですね、はい、これでアタックステップ入ります。はい、ライジン乙女サンディーゼットレオノーラ、リーサルプランは整えたが、はい、さあ終了時フラッシュと、フラッシュって、おお、盛り上がっている、盛り上がっている。このバトルが終了したとき、ディーバを持つスピリットがいるか、自分のトラッシュにディーバを持つスピリットカードがあれば、はい、アタックステップを終了します。了解です。トラッシュで大丈夫です。いいですね、ヒリヒリしますねこの勝負。さあ、あえてトラッシュに置きました。フラッシュタイミング、はい、こちら戦特にないです。はい、はい、こちらもないです。まず1点、まず1点ナイフで受けます。じゃあバトル終了時効果で1点、はい、リザーブでしたっけ。リザーブですね、はい、はい、でじゃあバトル終了時、自分の手札にあるグランシエスターを持つカード1枚につ、1枚をこのスピリットの降臨元として追加することでこのスピリットは回復するんですが、こちらの効果は使用しないです。はい、さらに効果で自分のライフが再加の時、ね、相手のライフの効果を1個に差分できます。はい、受けます。さあ、このワンアタック、ないです。こちらも提示はございません。3点通したはいいものの、スイートハートの効果でバトル終了ですね。これエンドステップです。しっかり握られていたスイートハートに阻まれてしまいました。さあどうか、リフレッシュ、ガーディアン影はなぎさ、フィニッシュまで持っていけるか。
チケギミコスト支払ってもう1枚プロデューササラスパティを配置します。もう1枚か、はい、ちょっと弱いですね。はい、手札が2枚で増やす手段がないのであればかなり厳しい、はい、リーサルプさん整えられるか、もしくは受けに回って防御しきれるか。そしたらこれで3コストでガヤトリーフォックスを召喚します。はい、ガヤトリーフォックスでコアチャージとネオコアチャージ、はい、手札をもう全て使い切るか。使い切る、なるほど、この2枚トレオノーラ、この2枚でしたか。で、対象のカードなのでコアチャージします。これでアタックステップに入ります。はい、ガヤトリーフォックスでアタック、アタック時効果、スポイドからコア1個をグランシエストを持つ自分のスピリットに置くので自身に置きます。はい、その後相手のスピリット1体をデッキ下に戻すので、ここネガズボックス、そうですね、デッキ下に戻します。はい、そこに戻ります。はい、でフラッシュがあれば。フラッシュはないです。こちらフラッシュはないです。はい、ブロックします。はい、さあレイオーバーでブロック、フラッシュないです。BP は1万2000、それはないです。はい、チャンスも反映されます。はいはい、フィールドを跳ねるときですね。はい、シェニー発売機のスピードにフィールドを跳ねるとき、転生します。はい、そういうことをして転生。さあこのプラス1ですね。はい、破壊されます。はい、続けて、サンディゼットレオノーラでアタックします。はい、アタックして、フラッシュがあれば。フラッシュは現状ないです。これもしかすると届いてますね。これ届いてますよね。ポイントに置いてグランシエスタ1体を回復させます。サンディを回復、了解です。はい、でフラッシュを開始します。フラッシュないです。こちらもないです。フラッシュない。じゃあそうですね、ディーバシティの新利用でブロックします。はい、こうするしかないですもんね。はい、でフラッシュがあればないです。こちらもないです。はい、では1万3000、じゃあ破壊されます。はい、相手の効果でフィールドを跳ねておくので特にカーテンコールはございません。はい、そのまま破壊されます。はい、さあ効果発揮できず。さあ、はい、手札1枚、アタック時のバトル終了時、はい、手札のグランシエストは、降臨元に追加しません。でさらに自分のライフが3以下の時、相手のライフのコア1個をリザーブに置きたいです。了解です。じゃあ一気に行きます。ライフ分身タイミングで、はい、おっと強い、強すぎる。サンディゼットレオノーラ、さっき回収していたこのカードがここに来て立ちはだかります。トラッシュになる系統グランスタイルを持つコスト8のスピットカードを回収できるんですが、グランスタイルです。コスト8のグランスタイルはないです。はい、グランスタイルはない。その後召喚時とにはコアチャージがあります。そうですね、トラッシュにはサンディゼットレオノーラ進行に落ちてません。召喚時から1枚します。下から1枚ドローを抜けるんですけど、まあはい、特にないです。で、ネオコアチャージ、はい、はい、さあこれであと1打点が届かないぞ。エンドステップで終了します。いやそうですよね。いやお互い手札がやばいですね。ゼロと1枚と、さあトップ何を引いてきたか。はい、1枚はネガズボッコ、レベル上げます。しかしこちらにも雷神乙女います。探してあるといいです。ネガズボックを召喚します。もう単純にこれはもう打点並べるだけですね。はい、相手は手札ゼロですので、しかもしかしたらね、この6枚オープンで打点追加を狙えるカードがめくれました。プロデューサーリリー、はい、僕プロデューサーを含むカードなんで、プロデューサーリリーを回収します。はい、残りはこの順番でできました。はい、します。今バーストないですよね。ないです。はい、1K で2コストプロデューサーリリーを配置します。さあ何枚チャージできるか。はい、何個配置、同盟カードの間でこちら2つ乗りたいですね。外れ外れ当たり当たり、どれもがあー外れ
じゃあタクステップ入ります。はい、ライジン乙女さん DZ さあタクステップアタックします。はい、これでも相打ち取れますか。フラッシュはないです。こちらもフラッシュはないです。ではサンディでブロック、はい、ブロックでフラッシュはないです。じゃあフラッシュタイミングで、はい、レイオーラー、こちらから進行に、はい、コリンジ効果で、はい、ここにいたようで気持ちに申します。しかしたで、はい、プロデューサーだけがいる。タレントがいない。タレントがおっとフラッシュはないです。こちらもないです。はい、バトル終了です。バトル終了効果で、はい、そこに入れる顔がないんですよ。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。メガズボックでアタックします。はい、こちらフラッシュないです。こちらもないです。でライフで受けます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもすいませんでした。さあ勝利したのはピライさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ激戦を制されましたが今のバトルいかがでしたか。いや途中ちょこちょこミスしててなるほどさっきあネオコアチャージ忘れてるって思ったのが一個あったんですけどまあなんとか勝てたんで良かったです。はい、はい、素晴らしいバトルでした。さあ負けましたが、はい、掛川さんいかがでしたか。はい、めちゃめちゃ攻めたんですけどちゃんと1回は勝られても大丈夫なようにサラスバティの回4個いってたんですけど、レイオーバー2枚目がめちゃめちゃ強くって、うん、そうですね、はい、あと最後アタックした時にあと1枚下に追加できるグランシエスタが手札にあればもうちょっと話は違ったと思うんですけど、うん、手札0枚で、はい、ちょっと出し切ったんですけど届かずでした。そうですね、限られたカードで一応リーサルプラン毎回整えていたのは見事でしたが、はい、うまくかわされましたね。はい、ありがとうございます。二度目くんいかがでしたか。はい、もう手に汗握るともうこのことですよね。もう本当に素晴らしいバトルでした。もうお互い常にリーサルを見合ってそれをうまく回避して素晴らしいバトルでした。ありがとうございました。はい、ということでディーバベアはユーザーが勝利したので賞金10万円分のゴールデンカードを獲得です。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそしてこの時点で20万円分のゴールデンカードを獲得しましたのでファイナルステージ進出決定です。おめでとうございます。さあ次のバトルも頑張ってください。はあ、やらかしましたね、いろいろと。でも勝ちましたからね。よかった。ワイン君もちょっとはいい感じに動いてもらえる。やらかしちゃった。ナイス。でもでもナイス。いったでしょう。いやレイオーバー持ってたね最後。持ってたよ。3枚来てくれたのもレイオーバー。よかった。びっくりしたよ。いや2枚持ってると思わなかった最後。怖かったあれ。いやナイスナイス。これでね。よし。ね。ファイナルはいけるわ。そう。これでちょっと楽ない。いやでもよかった、いいね。いいね、4枚揃った、よかった。いやカトリーが落ちようまだ下ろさないで。ちょっとお二人なんかちょっともう終わったような空気感出てますが。いやもう戦い気まだか。いったね、そうだね。もうヒノップル浴びてラメで飲んでてまだだから。まだ一戦のことやから。やりたいことはある程度できたんでね。そうですね。はい、ということでファーストステージですね、はい、もう5戦目です次、はい、5戦目もオフィシャルと決まっておりますが、はい、どちらが行きますか。僕が行きます。はい、レンさん、はい、はもうちょっとファイナルのプレッシャーは無理なんでオフィシャルで先に出といてあとはもうピラさんに任せようと思って。なんてやつな。もう最初からそういう理由だったんですか。まあまあまあ無理って言われたんで、はい、じゃあ D は2つやるし残りよろしくねって感じでファイナル決まってじゃあオフィシャルでとりあえず20万取ってもらってって感じで。なるほど。まあ頑張ってね。頑張れ。なんとかするよ。少し自信なさげなレンが使うデッキは、アイゴンマイケルジャパット契約したジャパットメッキを使っていきたいと思います。まあ、マグネだったり紅白癒しながら、バラドールを購入したり、あとロードジャパットですね、ロードジャパットを購入して、相手の盤面を、崩しながら最終的にバントゥースを出して、オープンしてその時に、このブラムを出して、召喚を封じるっていう形を出しながら、ビートダウンしていくデッキになってます。ちなみにオフィシャルに今回ジャバードを持ってきた理由としては、前に復帰してピラミさんに初めてちゃんとしたデッキをちょっと見てくださいって言ったのがこのブラムザンドの時のデッキだったので、その時の、オマージュではないですけどこの4魔鏡を使ったデッキを
使いたいなと思って持ってきました。まあそうですね、ずっと思い入れのあるブラブの名前の入ったカードですね。なんでこいつを生かして買っていきたいと思います。20万円分のゴールデンカードがかかったこの部屋で蓮を待ち受けるのは、速さ足りてる？赤のガーディアン荒井良平。放浪者ダンのブレイドラから始まる自由契約デッキです。まあ、目玉はこちら超契約降臨のグラディブレイドラが追加されたこともそうなんですけど、どんどん、こちらシャムブレイドラですとか低コストかつ氷を持っていてかつ名称ブレイドラっていうカードがですね、1個前だとスピノブレイドラスですとか、カウントを増やしたりドローをしたりとかなるべく手札を切らさないようにカウントも増やしつつ盤面を展開できるカードが増えてきたんですね。今回の人契約というカードではないんですけれども、こちらファイアフィンアイバーン、そしてユーグレのジェネバーグ森林、まあ、実はどちらもあのグローを対象した効果ではあるんですけども、系統飛燕という共通の系統を対象にしているので、アタックステップに飛燕の効果でカウントが増えたら1枚ドローっていう効果があるんですけども、今回増えたこちらシャムブレイドラですとかシュリケンフィッシュ、アタック時にカウントを増やす効果がついているので、この子たちがアタックをすれば1ドロー、手札が増えましたね。そして、ブレイドラの効果でまた出します、出てきた子でカウントが増えて1ドローでまた出しますっていう繰り返しができるので、カウントを増やしながらドローも増やしながらアタックするスピードを増やしていくというかなり速攻寄りの動きが、序盤に展開することができるようになりました。カウントがどんどん増えていくのであっという間にこの超契約降臨のグラディブレイドラすんなり乗れてしまう、シンボル2つ以下の相手のスピードを改めて一体破壊するっていうのが降臨アタック時についてますと。で特筆すべき下の効果ですね、自分の効果で、飛燕ですね、系統飛燕を持つ自分のスピリットが召喚されたら回復する、契約降臨元に、放浪者ダンのブレイドラがいるのでアタックをします、カウントを増やします、そして手札から3コスト以下のこういったものを出したんで回復しますと。で相手は、手札のカードを使う時にライフのコア1個を払わないといけないっていう圧もかけられるので、打点も増やしつつカウントもさらに増やしつつ、そしてカウント増えたんでまたドローもしつつみたいな、絶えず自分のペースで展開していくという押し付けの強さがあるデッキに生まれ変わりました。はい、生まれ変わったブレイドラデッキ、この速さについてこれるか。おしゃれ行きましょうか。はい、行きましょう。頑張って。頑張る。はい。はい。いいっす。頑張ってね。いや、もう緊張する。今ねえな。お願いします。思い入れのあるデッキで勝利をつかみたい、レン。果たして、ゴールデンカードを増やせるか。それでは参りましょう。ファーストステージ5戦目オフィシャルルール部屋での対決です。先攻赤のガーディアン荒井良平、後攻川口王者蓮さん、ゲートオープン開放。お願いします。では先攻もらいまして、さあオフィシャル部屋、ジャバドバーサスブレイドラ、ファーステップ、ドローステップ、ここで今この人契約とか有契約って言われる低コスビートが流行ってますよね。はい、ジャバドか、ただ高校取りたかったですよね、やっぱり。そうですね、ですね、はい、では相手がジャバドなんでレンセップに入ってエンドします。もう何もしない、何もしなかった。ミラージュすらセットしなかったですね。メインステップ入ります、はい、まあ、ダンのブレイドラーはゼロコスなので結局今出しても次のターンに出しても変わらないというところがあるので、そこそれ、はい、海王魔境邪魔投票、多分これを除去する手段がないんでしょう、はい、このままアタックセプト、さあ、いいですね、アタックします、はい、ブレイドラに対してバースト張るのかなり強いので、はい、ここでセットできたのは大きいですね、はい、で相手のスピリットアルキメットから2個リザーブルが手錠なしで、はい、で足場のネクサスでもいいからちょっと置きたかったところはありますが、はい、魔境の効果なんでワンドローしていきます。どうぞ。で、フラッシュがあれば、はい、フラッシュこちらはありません。こちらもないです。1点で1点、はい、で受けて提示は大丈夫です。はい、こちらも提示はないです。はい、100マターン終了で、はい、
先行2ターン目で5打点並べるなんてこともありえるんで、この時、ここからかなり動ける。でメインステップに入って、ゼロコストで放浪者ダンのブレイドラ紹介します。さあ出ました。では自分のターンの氷を使います。はい、ガーミントラ。はい。ソウルコアを使って、さあ降臨しましたね。はい。降臨時効果を発揮したいです。はい、大丈夫です。はい。では降臨時効果、召喚降臨時でカウントプラス1、はい、その後自分の手札にある系統品を持つ、コスト3以下のスピリットカード1枚を召喚できる。ブレイトラ、はい、イジコアをガーミンドルから持ってきまして、はい、ターンに1回効果ですね、はい、自分が赤一色の、スピリットの召喚で上に置くコアをこのスピリットから1個以上使用することでカウントプラス1します、はい。ではアタックステップに入りまして、はい、ガーミンドラでアタックします、はい、オーバーカウント中このスピリットのアタック時1枚ドローです、はい、その後 BP5000 以下の相手のスピリット破壊対象はスピリットのみですね、破壊なので対象はありません、はい、で、下の効果を使って大丈夫ですかね、はい、バースト発動宣言とか今あれば一応ここまで行くんですけど、じゃあ一応バースト宣言だけ、はい、スコルエンペラーです、はい、わかりました。ジャバドにスコルエンペラー入ってる形も多いですよね、多いですね。では、ブレイドラの、はい、契約氷元効果ですね、はい、アタック時自分のカウントをプラス2します、はい、はい、そうかな。ではその下の効果ですね、はい、その後手札にある起源を持つコスト3以下のスピリットを1体召喚できるのでステゴロ、はい、1コストで召喚します、はい、イジコアをこちらから持ってきます、はい、この時に、派生する効果ありまして、はい、ではまずはブレードラのこっちの効果、はい、ターンに1回ですね、こっちの効果まだ使ってないので、はい、イジコアを移したので、はい、カウントプラス1、はい、ここまで、はい、ステゴロの召喚時効果でカウントプラス1、はい、ネクサス破壊なんですけど対象はありません、はい、じゃあバーストの解決策、手札が1枚増えたんで1個リザーブポイントから置きます、はい、その後、相手の手札も5倍以下なので特に何もない、はい、3枚ですで召喚します、はい、これでなんならジャバダの効果使ってもいいですかね、はい、ブロックした後にブロッシュガシさん、まあ、ブロックするかライブできるか、こちらもないです、はい、じゃないブロック戦略でブロックします、はい、ブロックでフラッシュでジャバダのフラッシュ使います、はい、1個使ってやはりここは使ってきましたか、ライドから2個リザーブに、はい、で効果で使ったんで、カウントプラス2します、はい、さあカウントがさあで魔境の効果なんでワンドローします、はい、3以上になった瞬間に変わってきますからね、はい、大丈夫です、では消滅なので、はい、楽しみにします、はい、やはりちょっとビートですが、はい、なかなかライフに届かない、はい、さあ5点のまま終わるか4点にしておくか、フラッシュこっちは返しないです、こちらもです、はいはい、ではアタックしてるのはこの子でしたね、そうですね、ブロックでブロック宣言して、はい、で対象がなくなったのでバトル終了、はい、はい、ありがとうございます、ではバトル継続してステゴロでアタックします、さあ4点にしに行きました、これダブルシンボルでのアタックが最終的な勝ち筋なので、はい、ここで綺麗に4点にし4点にしておくと大丈夫です、はい、はい、綺麗にこれでリサルが取れます、バトル終了してタイトします、出ますね、バランドールとかあります、そうなんです、ライフ回復までできちゃいますから、はい、リフレッシュステップで、はい、バーストを設置します、毎回バーストを受ける強さ、リソース差が結構ありますね、はい、今、はい、新井さん3枚ちょっとやっぱ手札を担ぎになってきた、そこそれ、あーさらに稼いでいきます、イギルドロー、はい、イギルドローします、でその後トラシのことで回収なくなった、これ使わないです、ビートダウンデッキも視野に入れていたんでしょうかね、なるほど、フラッシュはないです、ジャバド3体でアタック、フラッシュで見て、はい、契約本人で、おー来ました、このカードですね、そこに、ジャバドの効果を使います、はい、まあ、写真の効果にトラシに送ってるってカウントプラス2します、はい、さあこちらも6に到達しました、ここに上昇したいです、大丈夫です、どうぞ、じゃあ、相手のスピリットのコアを2個リザーブに置くので、ガーミンドラから2個リザーブで2個リザーブ、はい、その後ターン1同盟でタラシュのソウルコア以外のコアをライフに置きます、はい、これですね、ここはい、ライフされてしまいました、これで計算も狂う、よろしくお願いします、フラッシュはないです、
ジャバタのコアを使います。そうですね、リザーブから垂らしておいてスピリットのコアを2個リザーブに置きます。あ、はい、盤面ジャバタの効果でいなくなってしまいました。カウントでチャート自身で、ね、マチョンダのコアを欲しいですね、はい、もう8になっちゃえばというところになります。プ、はい、ラッシャーないです。じゃあ頼んだら効果使います。手札、はい、から、ロードジャバタ、はい、ロードジャバト。で、ゼロカウンターがあれば。ゼロカウンター、大丈夫です。はい、じゃあ、召喚者効果使用したいです。手札を1枚捨てます。エクレルピーコック、手2枚。エクレルピーコックを切った。エクレルピーコックも入っている。ほう。フラッシュはないか。フラッシュはないです。こちらもないです。はい、じゃあそのアタック。ましてや、ちょっとジャバドへ対する除去手段も少ないですかね。はい、さあ、はい、ここで、最高表示も提示。じゃあ、これはアタック終了で。はい。さあ、ターン入りました。ファーステップ、ファーステップ。相手がジャバタだとバーストもセットしづらいですからね。そしてメインステップで、はい、ニコスシリケンフィッシュ。なるほど、はい、シリケンフィッシュ、これも強いカードですよね。はい、そして赤1軽減あるので、おお、はい、引いてましたか。アイアフィンワイバーをミラージュに、おそらく今引いてきたカードですかね。そうですね、本来であれば自分のアタックステップ中に追加盾を狙う目的で召喚するカードなんですが、今の手札状況だとおそらくこれしか、魂状態氷元を含む自分の段のブレイドラがあるとき、手札にある系統費用も少し一つの壁であるカウント7には到達いたしました。タイミングではしません。はい、はい、わかりました。そして支援の効果でカウントが増えたのでミラージの効果が誘発されます。セット中央お互いのアタックステップ、支援を持つ自分の効果でカウントが増えたとき1枚だろう。はい、しますさあ手札増えたならバーストはどうか。はい、うん、なるほど。はい、ここまでがアタック効果ですね。フラッシュ等とバースト等とあれば、はい、バーストは大丈夫です。バーストはない、はい、フラッシュは考えます。まあコアモリモリ持ってるのでジャバドには対応して対応していただく。ここ置いて2個リサブに効果使ったんでフラッシュに置いたんでカントブラスト2、はい、でマイトの効果なのでワンダーします。はい、はい、ではフラッシュタイミング、はい、じゃあお互いのアタックステップに降臨、はい、おいいカードですね。はい、降臨時を使いたいですが大丈夫でしょうか。大丈夫です、はい、カウントをプラス1します、はい、その後、BP5000 以下の相手のスピリットアルティメット1点を破壊し、はい、1枚ドローなんですけども、オーバーカウントもしてますし対象ないです、はい、そうですね、はい、はい、ではドローまで、はい、いきます。そして、カウントがアタックステップ中に支援の効果で増えたので、はい、1枚ドローします、はい、でここまで行って手裏剣フィッシュは最後、バースト大丈夫です。はい、現状ないです。はい、こちらもありません、はい、アタックしているスピードを消滅したので、じゃ一気にこれでリソース稼げますね。はい、ではシャムブレイドラでアタックします、アタック時効果先ほどと同様ですね、カウントをプラス1します。はい、そして BP5000 以下の対象破壊なんですけども取れません。はい、1枚ドローします、はい、さあここのドロー、そして、カウントが増えたので1枚ドローします。はい、一気に手札5枚まで増やしてきた。バーストは大丈夫です。はい、見てもバースト大丈夫でしたら下の効果はい発生していきます。はい、カウントプラス2、はい、してさあかなりカウントたまりました。おそらくもうこれだけ溜まれば増やさなくてもいいというぐらい。では、3コスト、スピノブレイドラス、これも優秀なカードですね。1軽減あるのでスピノブレイドラス2コスト支払って、こちらもアタック時コアを1枚ドローがありますね、はい、そしてこの時にですね、ダンのブレイドラのターン1回の効果で維持コアを持ってきたのでカウントをプラス1します、はい、そしてこの時、派生のこちら、はい、起源の効果でカウントが増えた効果ですね、ちょ同時発揮しているので1回カウント増えたことに対する1枚ドローがあります。はい、はい、ここまで行って、はい、ターン1回魂状態、さあこれ何を探しに行ってるんでしょうか。はい、はい、パラノールの、オーバーカウントフラッシュ使います。どうぞ。ロードジャパト、強いですね。ロードジャパト、これは強い。終わった一丁です、はい、じゃあ、召喚術使いたいです。どうぞ。発揮するカードはこちらです。捨てて2枚出します、はい、しっか
ャリン写真を破棄しました。じゃあ信号をつけたので2個、リザーブに、はい、はい、消滅破壊時の効果を使いたいです、はい、新井さんは何のバーストなんだろう、もうあれはってかなりもう天やわやだと思います。いろんなバーストが見えて、総力は以下の子は2個までリザーブに置けるので2個まで置きます。はい、ではこちらも消滅、はい、ここは戻せてきた、はい、フラッシュはありません。こちらもないです、はい、ではアタックしてるスピリットがいなくなって、はい、退場します。やったかやったで、ウィン君、これ頑張ります。サードステップ、コアステップ、ドロステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、多岐に渡りますよ。危険や、はい、2コステップ、バブル召喚します。あ、ワイル、うん、召喚で効果使用したいです。どうぞ。じゃあワイドから1個、自身のアルティメットにいきます。はい、ここで何かあれば、この召喚時に対してコアが増えたことに対しては特にないです。はい、わかりました。7コスト3経験、おー、ワントゥース、ワントゥースですね。はい、選ばれたのはワントゥース。で、バブル召喚します。これでアタックステップに入ります。ダソでバントゥースアタック、はい、アタック時、3、4本効果で、手札を1枚デッキの上に置くことで2個このスピリットに置きます。1枚置きます、はい、で2個ブーストします。でそうした時、このターンの間、相手はバースト効果が入っていけないです。はい、でレベルが上がったんで、4個効果が使用できるのでこちら使用します。どうぞ。単に1回同盟ですね、トラストルコア以外のコアをボイドに送って、カウント分だけデッキをめくって、その中の魔境服のカードを3体まで召喚できるので、10枚めくります。10枚めくる、うん、おちゃめる、では一番トップに戻せる、これはもしかして、もう選び放題だ、もしかして降臨探してますか、かもしれない、ロードジャマド、それも出ていれば OK というところありますから。はい。これで。これで。はい。で残りはこれを除外します。おおな。なるほど。はい。で、これでゼロカウンターがまずあればですね。はい。ゼロカウンターこちらは大丈夫です。はい、じゃあまず、減らした時の効果でジャバトの効果でカウントプラス2します。でさあ、バントさんは魔境ながらバンドをします。なので、そのまま。で、召喚時が今2個待機していますので、はい、グラブザパックから解除します。召喚時相手のスピリットを全て破壊します。で対象なしです。その後効果でゲーム中1回、同盟ですね、自分のライフを1個ボイドに置くことで、次の自分のスタートステップ時まで、相手はスピリットカードの召喚を行えない。さあ召喚時ができなくなったので、ブレイドラの強みである展開ができなくなった、はい、逆に相手はすごく展開している、すごい、ロートチャマトの効果で、召喚時効果で使用したいです。どうぞ。スクロインプラスでお願いします。やはりこの安定性は強いですね、ジャバド、はい、消滅します。はい、でフラッシュがあれば、フラッシュこちらは大丈夫です。ジャバドといえばかなりゼロカウンターとかの存在で下火にはなってたんですが、以上の時に、もう完璧に決め切るつもりですね。召喚します。水流ビー、さあしっかり置いて、ザンファーグのレベルも上げていきました。でゼロカウンターがある、ゼロカウンター大丈夫です。はい、これがアタック中です。フラッシュがあれば、はい、フラッシュはこちらありません。こちらがないです。1点アタック中です。1点、はい、1点ライフで、はい、受けまして、テージさあ、ここ絶好標準通らなければ、はい、じゃあ続きます。ない、ブラブザパークでダブルシンボルアタック、はい、さあダブルシンボル、フラッシュないです。こちらもないです。ダブルシンボルです。受けます。決まりました。よろしく。さあお疲れ様でした。お疲れ様でした。勝利したのはレンさんです。おめでとうございます。さあかなりいい感じに回ったんじゃないかなっていう感じ。そうですね、はい、はい、今の戦いいかがでしたか。ミラージュセットがだいぶ遅かったのでそこで助かったなと思いながらも、ジャバトの効果とロードジャバトの効果で手札に来たのがこのバントゥスとザパックが一緒に来たんで、ターン、はい、まあ、あのターンたち耐えれば次のターン勝てるかなと思いながらやって、うん、で整理日も持ってたんで、レシン策でちゃんとアタックステップの終了も防げない効果を
持たせながら竹内さんでちゃんとジャバトを動かせたなって感じですね、うん、素晴らしい、はい、いやーオフィシャル部屋20万円なんで、はい、かなり大事でしたからねこれね。そうですね、はい、はい、さあそして新井さん、はい、ちょっとね序盤が厳しかったですね。そうですね、今おっしゃられた通りやっぱこのミラージュをいかに早くセットできるかっていうのがこのデッキの肝にもなっているのと、はい、まあ、数あるオフィシャルルールにどのデッキが来るかなっていう想定の中で一番当たりたくなかったタイプと言いますか、まあ、僕が序盤にその相手のアルティメイトに触れる効果ってあまり人契約大型ですとか、うん、はい、まあ、オーバーカウントで BP 上がったら触れる効果がない中で、うんうん、途中で大型を触れるジークフリート XV 持ってはいたんですけども、まあ、よりによって赤が攻め込んできているので対象に取れずとかつスピリットが召喚できないので、まあ、手裏剣フィッシュを縦にするとか、はい、そういう戦術もやはり取れなくなってしまったので、もう本当にもう丸裸の状態で途中からちょっとゲームはしんどかったですね。厳しかったですね、はい、さあ木山さんいかがでしたか。はい、レンさんにちょっとお伺いしたいんですが、はい、このオフィシャルルールにおいて相手を何を想定していましたか、色とか。一応予想で掛川さんか新井さんが来るかなと思ってたので。完璧だ、はい、で新井さんだと、まあ、プチグローかこの人契約のブレイドラかなと思いながらやってたので、はい、一応ブレイドラの対策は一応してたので。そう、このね多岐にわたるバーストを見ていると、はい、完璧に対策してるなっていう感じがして。そうですね、はい、一応友達も作ってたのでそこをずっと練習させていただいて、はいはい、その作戦が見事に今、ね、はい、決まったなっていう印象で見ておりました。お見事でした、はい、さあ二宮さんいかがでしたか。はい、もうやはりですねやっぱこのブレイドラの対面の解決策を知っていたというだけあって、やっぱ途中の新井さんが立てたスピリットたちを綺麗にジャバドの効果、ロードジャバドの効果で除去していったっていうので、はい、もう新井さんの後続をどんどん止めるというところが、あ、もう勝ちにつながったんだなというので素晴らしいプレイングでした、はい、さあモアちゃんは。いや、もう見ていてとっても気持ちいいプレイングでした、はい、さあということでオフィシャルルール部屋なんですけれども、ユーザーさんの勝利ということで賞金20万円分のゴールデンカード獲得でございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。次回ファイナルステージ行くのどちらでしょうか。ピライさんです。はい、私です。エクストリームカードありなしどちらで行きますか。当然ありで行きます。そんなピライが使うデッキは、私が最後に使うデッキ、相棒座でシャックの総契約デッキになります。まあ、これまでずっと生きてきた経験値持って挑みたいと思います。ファイナルステージ、ピライを迎え撃つのは小っちゃいからってなめんなよ。黄色のガーディアン、掛川渚。私が今回ファイナルに持ってきたデッキはこちら、プチフェニルを使った典型役デッキです。舐めてかかってきたかどうかは分かりませんけど、どちらにしても返り討ちにしてやります。果たして賞金をつかみ取れるのか。テーマブースターエイジオブアベンジャーズが8月31日に発売予定です。よっしゃ、テーマブースター、はい、さあ本日はその中から紫の契約グランオーカーネクサスをご紹介したいと思います、はい、それがこちら。はい、ヨクジャのコントラクター、ククルカンです。いやー、ククルカン、ククルカンか、はい、はい、グランオーカー、ククルカンが契約グランオーカーネクサスになってパワーアップして帰ってまいりました。元から強かったじゃん。でも、うんうんうん、強かったし可愛いし、うん、強かったじゃん、強いし、はい、うん、はい、さあデッキの特徴は以前のククルカンデッキと同じく、うん、ソウルコアをカウントエリアに置くことで追加効果を発揮していくデッキとなっております。はいはいはい、はい、そうでしたね、はい、ネオコアチャージの対象は妖者、うん、眷属、帝王&コスト3以上で化身はなくなっておりますが、うん、新たに眷属と帝王が対象になっていますので、新しいデッキの可能性を探る楽しみが増えました。はあ、じゃあいろいろ入りますね。眷属ですからね。眷属ね、あの子が巣がというのができちゃった、うん、そうですよ。さあコントラクトスキルはフラッシュで、このネクサスのコア2個をボイドに置けばターンに1回カウントプラス2と
相手のフィールドのコア1個をリザーブに置くことができます。便利便利便利、はい、効果としては普通のコア除去効果なんですが、うん、相手のアタックステップにも使えるのが強いですし、なんとこの効果は系統幼者の効果として使えるので、グランウォーカークルカンのグランフィールドと合わせれば効果名に走行を含む効果以外では防げません。あ、そっか、そうじゃん。確かに。え、こんな記述もありなんですね。効果に系統を持たせるっていうね。ありなんですね。ありなんだね。確かに。もう初めてじゃない、こういう記述。うん、さあ、そして相手のスピリットかアルティメットを消滅させることができれば、攻撃邪神アクシットの効果で相手のライフを奪うこともできてしまいます。しっかり過去のカードとシナジーがあるのが嬉しいですね。はい、そしてカウント7以上で発揮できるコントラクトフィールドでは、はいはい、自分のネクサスがククルカンだけの時に手札にある系統幼者を持つコスト7のスピリットカードをライフから1コスト支払って召喚することができます。ククルカンデッキはコスト7の幼者を多く使うので、うん、グランウォーカーから召喚できるようになるとよりデッキを動かしやすくなりますし、しかも、うん、ライフから1コスト支払ってなのでゼロカウンターに引っかかることもありません。あ、確かにね、はい、ゼロの消費がかかんないし、はい、これあれじゃないです か、 なんかよくあったこの効果で自分はバースト発動できない、抜けてません。あ、本当だ。あ、ね、あ、抜けてるし、はい、出たやつでコアチャージできないとも書いてないから、はい、なん全部増えるってことですやん。これはちょっとそうですね、厄介が過ぎるぜ。はい、さあ、先ほどもご紹介した攻撃邪神アクシットや破滅の女神ツティ・ミトゥルなど、うん、系統幼者を持つコスト7のカードは数多く存在していますので、うん、どんなカードを組み合わせようか今から楽しみになる一枚ですね。いや、可愛いのは認めるんですけども、うん、幼者にグランウォーカーが増えること自体私は反対です。強くなりすぎる。そうだよね。ねえ、だって、ね、元のクルカンがコスト3でしょ、でこれが2でしょ、高校行った目にポンポン出されるわけですよね、最悪。うん、確かに止められないって。しかも先ほどね、新井さんおっしゃった強力なライフ減少時バーストと組み合わせれば、あ、どんなことになるやら。もう相当難しいよ。もうやばいやばい、止められる気がしない。、はい、ありがとうございます。テーマブースターエイジオブアベンジャーズは1パック6枚入り税込み330円、8月31日土曜日発売予定です。皆さんぜひゲットしてくださいね。9月14日土曜日発売のコラボブースター仮面ライダーエクシードザリミットの発売を記念して、バトルスピリッツ仮面ライダーカップ2024を開催いたします。やべえ、楽しみすぎる。はい、さあさあ、こちらのイベントは仮面ライダーイラストのカードのみが使用可能となっている公式イベントとなります。はい、9月21日土曜日、9月22日日曜日の2日間、うん、東京浅草にあるバンダイ本社にて開催予定となっております。楽しみだな。はい、2日間のね、うん、もう大盛り上がりイベントとなります。祭りだ。うん、僕前にあのガンダムカップちょっと行かせてもらったんですけど も、はいはい、もうすごいですよ。やっぱみんな好きなデッキ使ってくるし、うん、熱量すごいから、もう見てるだけでも楽しい。はい、今回それの仮面ライダーということで開催していきたいんですけれども、うん、やはり皆さん気になるのは記念品ですよね。当たり前じゃないですか。欲しいに決まっとるやないよ。はい、さあ、こちらですね、参加した方全員に新規イラストを使用したマスクドソール、そしてですね、上位の方にはウィナーロゴ入りのマスクドソール、はいはいはい、そして優勝された方にはチャンピオン入りのマスクドソールを贈呈いたします。いいね、マスクドソール何枚やってもいいもんね、本当に ね、 ないですかね。しかも、先ほどちらっと言いましたが、新規イラストを使用したマスクドソールということで、ここでしか手に入んないってことだよね。このイベントのためだけに書き下ろされた超特別新規イラストとなっております。はい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 。さあ、気になります？気になります。だって出してくれるでしょ。見せてほしいですか。早く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 。そうですよね。はい、よし。そのカードのイラスト、なんと今回、はい、残念ながらまだ公開できません。なんでだよ、なんで今のくだり何だったんだ。じゃあなんで貸せたんだよ。なんだよ、ちょっと残念ながら。あげるだけあげやがってからに。すいません、はい、もう少しお楽しみにいただければな。できてないのか、はい、もう少し本当のやつか、お待ちいただければなと思います。はい、はい、そんなバトルスピリッツ仮面ライダーカップ2024は今週金曜日の7月26日から8月18日までアプリバンダイ TCG プラスにて応募受付いたしますので、詳細をご確認の上ご応募ください。たくさんのご応募お待ちしております。